ブルース・ジャズ・ソウルロックからジェームス・ブラウンが進化させて生み出した圧倒的リズム主体の音楽がファンクです。まあ、ちょっと軽省略ですいませんなんですけど、ブルーのマーズも BTS も星野源もムも夜遊びもいなかったかもという感じですね。で、えー、それまでの音楽っていうのは、バンドン、ンドゥン、バンドン、ンドゥン、バンドゥン、バーン、バンドン、バン、バン、1, 2, ーーバン、バン、ーン、バン、バン、ーン、バ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 ン、 あの言葉を聞いたことあるかもしれないんですけどもワン・ツー・スリー・フこういう感じだったわけ、えー、割とこの4拍に対して広いっていうかね4拍を、まあ、2拍ずつに分けてその後ろの方にちょっと着地するような、えー、ビートだったわけなんだけども、えー、このファンクっていうのはもうねワン・ツー・スリー・フもうこういう感じなんですよはいちょっとびっくりしたかもしれないんだけどワン・ツ <laughs> あのこの1も2も3も4も,もうとにかくあの <laughs> 勢いがある、はい、ふわっとしてないのねこのビートのイメージってね例えば重いのか軽いのかやわ、えー、らかいのか硬いのかあるいは丸いのか尖ってんのかみたいなね、えー、そういうイメージができるんじゃないかと思うんですよいろんな音楽を聴いてるとで僕の言葉で言うともうね <laughs> むちゃくちゃ鋭い こういう感じ口で言うと本当にそのワーンっていうよりかはワッと <laughs> よく言うのはねあのショットガン拳銃のようなこういうねありえないぐらい強烈なビート感なんですよ。はい、でこれ今までなかったっていう話で、えー、それぐらいその強く感じるとやっぱりねめちゃくちゃもう聴いてる人はあの踊らざるを得ないというか体を動かさず 動かさずにはいられなくなってしまうっていう感じなんです。で、さらにその鋭く感じるとどうなるかっていうと間がね。より広く取れるっていうか精度が高く。取れるの分かりますかね？12341234ってこうふんわり <laughs> ゆるーく取ってるとその間とかそのタイミングってちょっと曖昧じゃないですか？12。34。12。34って言ってる。 のになかなかこうタイミングって合わせづらいと思うんだけどこうファッ,ッ,ッフォッフォッと鋭く来てくれるとあここだなっていうのが明確に聞いてる人もわかるしそのワンとツーとスリートの間ねその間もより細かく感じれますっていうものなんですよはい。 捉え方なんですよ全ては、はい、で細かい要素っていうのはたくさんあるんだけどそれは本当にその木の枝葉っていうか塩摩擦っていうか、えーまあ、いろんな要素がある例えばその例で言うと、えー、単純なコード進行で繰り返すとにかく繰り返しまくるっていうのがありますと。 えそれまでの音楽っていうのは割とねえまあブルースにしろジャズにしろコード進行があってどんどん変わっていって曲が要,に要するに展開していくわけなんだけれども JB がやったっていうのはもうひたすら同じ <laughs> しかもそれあのもうサビとかあのそういう発想じゃなくてそのバンプっていうですねもうひたすらそのリズムだけを繰り返すようなえーゾーンライブでやるようなねゾーンがあるんですけどもその曲と曲の間とか えー、ボーカルの人がしゃべりをする MC をしてる間にそのバンドがバックで何か演奏してる、えー、BGM 的なっていうかなあんまりその曲の進行とかはないただひたすらその同じコードをぐるぐる回してるっていうような、えー、ものなんだけども,、うん、もうそれをねまるっと1曲、えー、曲にしてしまったっていうのが JP がやったことですね。はいで繰り返して繰り返していくことでもうひたすら繰り返されるからもうトランスしてくるわけね。はい でしかもその、えー、繰り返す中でもなんかこう合図を出したりすると曲が進行するまあ要は溜めて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 ためて変わったーっていうこの開放感みたいなじらしプレイっていうかねそういうのがありますはいあとはまあわかりやすいところでギターのカッティングっていうのがありますとファンクらしいやつね <laughs> ことあるっていう感じじゃないかと思うんですよ。これ最初はギタースクラッチって言ってさ、みたいね。とにかく今まではこの。ジャズにしろブルースにしろ。ええ基本的にはこうスイングしろ。でロックンロールが生まれてから、ええカントリーの影響を受けてるんで。 になりますと、まあ、これいわゆる8ビートってやつね。はい、でそれをさらに細かく、えー、いわゆる16分音弾いたものがギタースクラッチであり、まあ、こ,れをこの奏法がもっと発展すると。 こう,いうまあ極めてリズミカルグルービーなパターンになったとでこれがあるとあファンクだファンキーだって思いませんかはいこれは1個そのファンクっていうジャンルの要素と言っていいんじゃないかなと思いますこれはまあ後々言われることなんですけどもザワンっていうあの何て言ったらいいんだろう概念っていうか ジェームス・ブラウンが言い始めたんですけど特にそのワン・ツ、ま、ー、あ・スリー・フォーずっと回、まあ、ってるわけなんだけどもとにかくそのワンを、えー、一番大事にしろとワンだけは絶対外すなよと何やってもいいんだけど、はいまあ、それはねあの本当にいろんな取り方ができるっていうかいろんな意味合いにと取ることができるんだけどもワン、まあ、だけではなくて言ってしまえばビートすべてにそのタイトさを求められるんだけど特にそワンだけは絶対外すなと。 行、えー、ったのが、えー、よく知られておりますザワンっていうね。でその後にブーツィーコリンズっていう、えー、ベーシスト、えー、がそのねザワンをジェームスブラウンから学んだんだっていうことをですね、まあ広く公言して、かつ自分でもそのザワンを自分なりに消化して、えー、やってるので、この考え方ファンクといえばザワンなんじゃないか特にこのワン ワン、ツート、フォーってこうワンだけに、えー、ワンだけは絶対死守するっていうようなね鉄の掟きみたいなのがありますっていう要素があります。まあ他にもねいろいろあるんですけれどもやっぱりそれっていうのは基本的には <laughs> 使用抹設でございまして要素のうちの一つになるかなっていう感じなので基本的にはですね僕の理解で言うとやっぱりこの もうこれに尽きるとこころがありますこんな分かりやすいジャンルじゃなくてもうたいそのノリがいい音楽っていうかもう踊れる系のやつっていうのは絶対に <laughs> この要素が含まれてると言っていいんじゃないかと思うだから多分ね、まあ、みんなが好きな音楽の中にも絶対その JB の要素が含まれてる JB ジェームス・ブラウンっていう名前は知らなくてもその遺伝子っていうか 地脈をずっとこう受け継いで今に至るっていう感じと思っていただくと、はいまあ、ちょっと継承略ですいませんなんですけどブルーノ・マーズも BTS も星のゲームも夜遊びもいなかったかもという感じですね。